こんにちは、タケです。タケの、仙人ヨーダ折り紙チャレンジです。仙台のヨーダを、仙台のヨーダの折り紙を折るチャレンジです。まあ、いつか等身大近くのヨーダを作りたいと思ってます。で、今回は久しぶりにこれ、去年ですね、アベノハルカスってスターオーセンっていうのがあったんですけど、これ久しぶりに見て、ほんでやっぱ僕そのヨーダ好きなんで、ヨーダのシーンっていうのがあったんですよね。それ見せるの忘れてたんで、一応こういうの見せようかなと思って。やっぱヨーダって一番かっこいいですよね。俺これに書いてるのがヨーダのあれなんですけど、旧共和時代では最も聖明で、聡明で強いジェダイのグランドマスターだった。800年以上も若いジェダイたちに指導し、ジェダイオーダーの指導者の一人として銀河共和国に仕えていた。しかしクローン大戦が勃発し、シスの陰謀によって、ヨーダが、ジェダイが、ジェダイが滅びたってことですね。生き延びたヨーダが、沼の、惑星、ダゴーバですね。ダゴーバで引退がもうカミカミっすね。ごめんなさい。イントン生活を送っていた。時は過ぎ、アナキンの息子、ルーク・スカイウォーカーをジェダイとして修行させるが、その翌年に、900歳の天寿を全うしたそうですね。これ結構面白いのが、これなんか900歳ジャストとかですよね。ほんで身長とかもね、66センチなんですよ。なんか結構数字がきっちり意外にしてるなっていうのがね。でもやっぱりね、ほんまかっこいいっす。もうコスプレするんやったらね、実はヨーダがしたいんですよ。ただヨーダね、小さすぎるんでコスプレできへんなと思って。でもほんまヨーダってもう結構好きですわ。まあそんな感じですね。そしたら、竹の、仙人ヨーダ折り紙チャレンジでした。